はい、皆さんこんにちは、セレブエサルでございます。今日はちょっと新しいカメラのチェックがてらですね、椎茸の森に来ております。早速新しいカメラの手持ちを試しておりますけれども、いやー、紅葉が綺麗ですね。換算90ミリのマクロレンズで早速撮ってみてますけど、どうですかね。マイクロフォーサーズという小さいセンサーのサイズのねカメラなんで、マクロとかね望遠には強いと言われてるんですけれども、これ F2.8、 これ F8 ですね。これぐらいで結構被写界深度はいい感じですね。これ F11、 これ一番絞った F22 ですね。はい、高質近に広角レンズでやってみると結構寄れますね。これぐらいが限界か。これがだいたいレンズの表面から7、8センチのところまで迫ってます。これ開放 F4 8 11 22ですね。なかなかちょっとレンズがカタカタいってます。終わっちゃってるナラタケですね。これなんだろうね、絶妙な枯れ方してますけど、茶の芽かな。なかなか川にぶち当たらないですね。ちょっといつもと逆のルートをたどってまして、河原岳。また高質菌がいますね。ベニタケですね。お、こんなんですかね。さて、
針葉樹林帯が出てきましたけど、どうですかね。今日なかなか暖かいんですよね。またなんかちょっと寒さが緩んでまして、春みたいな感じなんですよね。キノコ全然ないな。はい、トゥー、いや、このルミックスシリーズのカメラはマイクがとてもいいんでね、内蔵マイク、いいマイクで撮る。おたけびはどうでしたでしょう。フレッシュボーイ、オッケン。こういうね、チルトの動きに手ブレ補正が欲しかったんですけど、バッチリっすよね、きっとこれ。えのきもどきって感じですね。じゃなさそうだな。これちなみにマクロレンズじゃないんですよ。普通の超広角レンズ。F8。さっきは 2.8。キタケっぽいのいますね。今日は単なる散策動画になりそうですけどね、まあ、とりあえず何もなさそうなんで、バナナの河合口の森に寄って帰りますか。ブラシメジ系かな。風船竹出ましたね。これはマクキヌかな。またいましたね。なんか臭いなと思ったんですよ。
さて、ちょっとバナナの河合口の森がめっちゃなんか渋滞してたんでパスいたしまして、プラン B にしましたけれども、今年初めて来る場所ですけど、まあここね、本しめじの実績もあるところなので一度来ないといけないなと思ってたんですけどね、だいぶ来るのが遅くなっちゃいました。やばい方来たけど、老金いましたけど、何でしょうかね、気泡来たっけかな。油しめじ系も出る山なんだけどね、乾いちゃってる感じかな。そういえばここ確か最後来た時黒川も出てた気がしますね。黒川さすがにもう出ないと思いますけどね、時期的に。ほほ、鹿がおる。ちょっとズーム効かねえな、うまかった、まっちって。紫しめじとかもいた気がするんだけどね、何にもいないな。お、いましたよ黒川。多分そうですね。あ、でも青ロジとかかもしれないですね。ちょっともうだいぶ老金なんで拝見いたしましょうか。うっ、結構生えてますね。なんだろうな、ちょっと変わってみますか。ちょっとわかんない、なんかすげえ香ばしい、うまそうな感じ。結構いっぱいいますね。お分かりいただけるじゃろうか。おおおお、しめじっぽいのいた。これなんだ、ネズミかな。普通にアイか。アイじゃないですね、シモコシかな。黒川みたいなのもいっぱいいますね。ホンシメジとかじゃい。ホンシメジもね、ワンシーズン取れただけなんだよな。ここ以外にね、知らないんですよ、本しめじ。引き続き黒川みたいなのめっちゃ生えた。この辺の最下層にあったんだけどな。また黒川いる。黒川じゃないかもしれないけど。白い謎坊やがいる。お、ナラタケかな。立派なのがいますね。お分かりいただけるだろうか。
風船かな。香り、うわすごい古いタンスみたいな匂いする。またなんかほうきっぽいのいましたね。なんでしょうこれ。これはなんだ。さっきの白いボーイか。ほほ。薄黄色って感じですね。何これ。香り。ちょっと風船っぽい感じ。またいるけど、さっきのタンスかな。タンスっぽいですね。なんか腐ってんのがいっぱい出てきた。本しめじじゃないですね。促成してないですもんね。なんだろうこれ。これ畑かな。まあ来るの遅かったですね。残念でしたって感じ。木竹は出てますね。お、ちょっと老菌だけど油しめじ系ですね。これもそうだ。はい、というわけで今日の動画はこれで終わりですね。であともう一回ですね、キノコ行こうと思ってます。ちょっとまた日焼いちゃうんですけど、道南にちょっと遠征行こうかなと今のところは考えてます。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。